元型安全衛生管理者は日本の建設業の現場において統括安全衛生責任者の元技術的な事項を管理するものである。元受け事業者の副所長などが選任されることが多く、資格要件の関係で理科系の大学卒業者であることが多い。統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行うものは元型 安全衛生管理者を選任しなければならない。選任するのは特定元型事業者なので、実質的には、統括安全衛生責任者に選任されることとなる。特定元型事業者は、元型安全衛生管理者を選任した場合は、当該作業の開始後地帯なく、選任した旨および元型安全衛生管理者の氏名を、作業場を管轄する労働基準監督所長に、 報告しなければならない。労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認める。時は、当該元型安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元型安全衛生管理者の増員または解任を命ずることができる。元型安全衛生管理者の選任は、その事業上に専属の者を選任して行わなければならない。また事業者は、 元型、安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係受け置い人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる、労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。元型、安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が、統括管理する事項のうち、技術的事項を管理しなければならない。なお、 労働安全衛生法に定める安全衛生管理の多職とは異なり、作業場の巡視頻度は特に設けられていない。協議組織の設置及び運営を行うこと、作業間の連絡及び調整を行うこと、作業場所を巡視すること、関係受け置い人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと、仕事を行う場所が、 仕事ごとに異なることを状態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元型事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係受けを委人が、労働安全衛生法またはこれに基づく、 命令の規定に基づき構図べき措置についての指導を行うこと。全覚悟に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項元型安全衛生管理者が事故等でその職務を行うことができないときは代理者を選任しなければならない。元型安全衛生管理者は規則第18条の4に定められる以下のものから選任しなければならない。 衛生管理者等、安全衛生上の資格を許さなくても選任されることは可能である。ただし、建設業労働災害防止協会が開催する、統括安全衛生責任者講習、あるいは現場管理者統括管理講習を受講していることが望ましい。ありがとうございます。